しまぽ通貨ホームページのしまぽ通貨を購入するボタンをクリックすると、電子しまぽ発行ページが表示されます。電子しまぽ発行申し込みボタンを押してください。電子しまぽ発行登録画面で必要事項を入力いただき、利用規約を確認して発行するボタンを押してください。利用規約が表示されますので、内容をご確認後、利用規約に同意するにチェックをしていただき、発行するボタンを押してください。入力したメールアドレス宛てにメールアドレス認証のメールが届きます。届いたメールの本文に記載されている URL をクリックしてください。認証完了画面が表示され、認証完了メールが届きます。送信したメール本文に記載されている電子しまぽ URL からアクセス、または電子しまぽトップへを押してください。電子しまぽトップ画面が表示されれば、電子しまぽ登録完了となります。令和元年度初回のしまぽ通貨購入前に、身分証明書による本人認証を実施します。本人認証には5分から3時間程度かかりますので、購入はご利用の前に余裕を持ってしていただくようお勧めいたします。電子しまぽトップ画面にて本人認証ボタンを押してください。電子しまぽ発行時に登録をした情報が画面に表示されますので、正しい情報が登録されているかご確認ください。登録されている情報は現在の正しい内容と異なる場合、修正をすることができます。本人認証のための証明書類をアップロードしてください。本人認証の証明書としてアップロードできるものは、日本の運転免許証、マイナンバーカードの表面、住民基本台帳カード、在留カードなどです。認証結果を通知するメールが届きます。本人認証が完了した方は、メールに記載された URL から購入画面にお進みください。本人認証ができなかった方は、登録情報やアップロードした証明書類をもう一度確認いただき、本人認証をやり直してください。電子しまぽトップ画面にて、しまぽ通貨購入するボタンを押してください。購入時の注意事項、利用規約が表示されますので、よくご確認の上、利用規約、注意事項に同意の上、しまぽ通貨購入へ進むボタンを押してください。電話番号を入力の上、 SMS を送信ボタンを押してください。SMS でしまぽの認証コードが届きますので、5分以内に認証コード入力欄に SMS で届いた番号を入力し、認証するボタンを押してください。しまぽ通貨購入セット数確認画面で購入するセット数を選択し、クレジットカード決済へボタンを押してください。
購入金額を確認いただき、必ず電子しまぽ登録者本人名義のクレジットカード情報を設定後、決済するボタンを押してください。決済完了画面が表示されたら、しまぽ通貨トップに戻るボタンを押してください。しまぽ通貨発行メールが届きますので、購入金額などをご確認ください。電子しまぽトップ画面でしまぽ通貨ボタンを押してください。しまぽ通貨管理画面で使用するしまぽ通貨の利用するボタンを押してください。宿泊施設で宿泊施設用しまぽ通貨とどこでも使えるしまぽ通貨の両方を利用する場合、それぞれで決済が必要となります。しまぽ通貨利用額設定画面で利用金額を各金額ボタンで設定いただき、利用するボタンを押してください。必ず店舗スタッフと利用金額を確認してください。利用額は1000円単位となります。スタンプ画面に店舗スタッフが電子スタンプで押印することで決済が完了します。しまぽ通貨で素敵な島旅をお楽しみください。